ボンジョルノあっちゃんです。今日ね、LED のシーリングランプが壊れてね、真っ暗になっちゃうの部屋から雑学です、真っ暗についての雑学じゃなくね、今日はちょっとね、お猿についての雑学をお話ししようかなと思ってね、日光東照宮寺ね、見ざる聞かざる言わざる三猿って言われてね、猿がいてるのはね、結構有名な話だと思うねんけど、日光東照宮ね、その三猿っていうのがあってね、よく見ざる聞かざる言わざるって言われてるけど、本来ね三猿じゃないのよ。で本来しか日光東照宮にはいっぱい猿が多いんやって。でもともとこの三猿っていうのは日本生まれの話やってよく言われてんだけど、そうじゃなく中国のね孔子っていう人が言うた話で、四猿四猿って言われてんねって。でまあこのね猿っていうのはモンキーの猿、お猿さんの猿と、しちゃダメだよ、なんとかせざるって、ざるって言った、なんとかしたらダメ、なんとかせざるっていうのね、そのがかけられてるって言われてんねんけども、見ざる見るなと、聞かざる聞くなと、言わざる言うな、まあ、その3つの戒めをつかめて三猿って言われてるんだけど、要はもともと四猿やってんで、その四猿って何だな、行わざるって言ってしたらあかんよっていう猿がおって、股間を押さえてんねんで、で股間を押さえてエッチなことしたらあかんよって言うねんって。でその四猿やねんけども、まずその死っていうのは日本では、大の死ね、亡くなるシード連想されるから亡くなったっていう説と、それとやっぱりそのエッチーな意味が含まれてるからやめとこうっていう話になって三猿になったっていう話やねんけどね。でエッチなことせへんかったらね、子孫繁栄できへんからね、だから、それが省かれたんじゃないのかなっていう説もあんねんけども、そのまあね、シザルの、エッチーな部分を省かれた意味がこの日光東照宮のお猿さんの絵に含まれてて、16猿って言われてるんで、日光東照宮にはいっぱいお猿さんがおるんだけども、その中でもその16のお猿さんっていうので、人間の一生を、何て言うかな、表してる彫刻になってるんやって。で日光東照宮のね4つの壁にお猿さんがいっぱいおって、そこだけじゃなく他にもいっぱい猿おるね、めちゃくちゃ猿おるらしいねんけども、その中で、壁面にね4面に2枚ずつ、要は8面の猿のストーリーになってるんやって。でそのね第1面目は1面目に書かれてるのは人生のスタートであって、赤ちゃん猿から始まるんやって。で、お母さんと赤ちゃん猿がね、お母ちゃんの横に子猿が座ってるポーズがある絵から始まって、まず赤ちゃん猿って言われてるんやって。で左側に座る お母ちゃん猿と引き寄せられてる子猿、そこにたわわに実るビワの実が見える。たわわな実りっていうのは子猿の将来が実りあるものにあってほしいっていう願いが書かれてるって言われてるんやって。でまた、母猿は子猿を守りながら額に手をかざし遥か遠くを眺めているポーズをとっています。これは母猿が子猿の将来を、見つめて、その先に見える琵琶の実とともに子供が明るい、実りの多い未来が来るようにっていうのが表されてるんやって。でその横に、2面目があって、幼少期、幼少期っていうのはね、子猿が、子供時代の猿やねんけど、そこにその有名な三猿、見ざる言わざる聞かざるが表されてんねんて。でこれよくね、余計なものは見ない、聞かない言わない、これが、人生のねのいいことだよって言われるけど、そうじゃなく子供の頃には余計なものを聞くと悪いものを見たらあかんと、悪いものを見ずにすくすく育てっていうことで、ええことだけ見て、ええことだけ言って、ええことだけ、聞いて、
でね、立派な大人に育つために余計なことを聞かない、悪に染まらないっていう意味も込めて書かれてるんやって。だから今はみんなが解釈してる見ざる聞かざる言わざるってね、世の中の、ね、臭いものには蓋をしろみたいな、そういう風潮のために書かれてるんじゃなく、子どもの頃には余計なものを見せるなよ、だからしざる、うん、子どもの頃にエッチなことしたらあかんのよっていうね、戒めがあってしざるっていうことらしいのよ。でも、もう、もともとそのしだるが、サンダルになってるってことやねんけどもね。要は子供の頃に余計なものを、見せたり言うたり聞かしたり やらしたらあかんよっていうことやねんて。だから結構世の中で言われてるサンダルの解釈の仕方が間違ってるって言われてるのはそこやねんけどね。まあ、そんな感じでね、そこはしだるじゃなくサンダルやってことやねん。で、3面目には青年期。お猿さんがね、まあ、大人になって独り立ちをね意味しててね、大きな木の下に猿が一匹座ってて、ここまで母と子とか兄弟三猿とかと複数願われたけど、この面になって初めて一匹になって独り立ちを意味してるんやって。で、独り立ちすることからこの猿は成長して青年期を迎えて、人生、人間の人生一生でも高校卒業して進学就職とかで独り立ちっていう、そのイメージがね、その絵らしいねんね。で、ね、この猿はね、座りながら独特な表情を浮かべて遠くを眺めてんねんて。で、最初の場面 の母親のね琵琶のところでもね、見てるんじゃなくね、自分で先を見て立ち上がろうとしてるっていう姿が伺われるんやって。で、これから進む未来に対する期待と不安が入り混じった様子っていうのが書かれてるんやって、描かれてるんやって。まあ、猿ね、独特な顔してるわ、うん。で、4面目は大人の時代っていうことでね、1匹しか描かれなかった猿がまた2匹に増えとって、その2匹の猿は両方とも上を向いてるんやって。で、右側に描かれてるのは雲、うん、雲が描かれてて、で、青く塗られてるから、ね、星雲を表してるんやって。で、青年から大人に成長した時期っていうのが描かれてて、星雲の志っていうことで、友達と友と共に進む猿、星雲っていうのは星雲の志を表し、星雲の志っていうのは、立身出世を願う心を言って、若者が高い目標を立てる時に使われるんやって。で、未来を考えて星雲の志を持って一歩踏み出すっていうことが描かれていると。で、さっきまで1匹やったのが2匹になるってことは、自分の選んだ道を一緒に歩く友達ができるっていう意味やねって。で、大きな志を持って友と一緒に努力する様子が描かれてるんやって。で、5面目にはね、またね、ちょっとね、場面が展開するんやけども、いろんなね、生きていく上で順調に成長しとってもね、星雲の志を持っとってもね、実るだけじゃなく、どうしても挫折することってあるやん。それが描かれてて、うまくいかへんかって挫折した様子が描かれてるんやって。で、そこは何かっていうとね、木のところからね、木っていうのが崖みたいなところから下を覗き込んでる猿、うなだれてる猿、ね、それは崖っぷちに、立って挫折してる様子やねんて。で、その覗き込んでる猿の横に背中に手を置いてまっすぐ見据える猿がおんねんけど、挫折を落ち込んでいる様子の猿をなだめる猿が描かれてるんやって。で、挫折と励まし、友の力強さっていうのが描かれてて、中央に大きな崖があって、で、2匹の猿は左側におって、崖の右側にももう1匹猿がおるんよ。で、その猿は崖に足をかけて遥か向こうを眺めてる、つまり崖を飛び越えて、先に進もうとしてる様子やねんて。要は挫折してうなだれてる猿、
でそれをなだめてる猿、ね、癒してる猿、なでなでってしてね、でその横でその崖から向こうへ一歩踏み出そうとしてる猿がいてるんやって。でそれは挫折して落ち込む猿と、それをなだめる猿、そして乗り越えようと一歩踏み出す猿を描くことで、挫折をたくましく乗り越えていく姿が表されてるんやって。慰めてくれる友の力強い励ましが必要っていうことでもあるんやって。だからなだれてる人を励ましましょうってことやねんて。で6面目には、恋愛に悩んでる猿が出てきて、6面目には2匹の猿が登場するんだけど、右側の猿は座り込んで何かを考えて、で左側の猿は、その猿を見ないで木をよじ登ってる様子、さっきのね励まし合ってる猿とは様子が違うんね。でこのシーンは何かって言ったら、男の子と女の子が、恋愛に悩むシーン、右側におる猿は左側の猿が好き、右でねまっすぐ向いてる猿は、左におる猿のことが好きな様子で、考え込んでる様子と告白できず悩んでる様子が描かれてるんやって。で恋のぎこちなさを表現、この2匹の猿は男の子と女の子の猿って言われてて、右で告白できずに悩んでるというところからして、2匹の関係はまだ出会ったばかりなのか、距離感がありぎこちない様子が描かれている。恋愛というものは、いきなり親しくなるものではなく、このぎこちなさの関係から始まるものってされてねて、だからこれも人生の、重要なワンシーンとして表現されてるんや。で7面目には、人生の荒波と困難が、表示されてて、2匹の猿が寄り添ってんのね。でどうもねその2匹の猿は、さっきのね男の子の猿と女の子の猿がお互いに親しくなって結婚した様子が描かれてるんやって。で2匹が前向いて並んで描かれてんねんけども、その2匹の猿のね前に青い波があるんやって。これは荒波っていうことで、人生の荒波を表してるって言われてるんで、で結婚はできたもののまだまだ進む先に荒波が待ち構えてるっていうことやねんね。で人生の荒波を2人で乗り越えていく様子、しかしその荒波をよく見ると2匹の猿がその波を掴んでいることがわかります。あ、波に手を持っていってるね。これは荒波を2人で乗り越えていくということを表している。そのせいか2匹の表情は柔らかに決意に満ち溢れた表情をしているんやって。で最後の8面目には何が書かれているのかっていうと、1匹のお猿さんがいてんねんけども、お腹が大きく膨らんでるお猿さんがいてんねんね。さっきのおった女の子猿が妊娠したっていうこと、結婚して妊娠したことを表してるんやって。でそこで猿の人生一生が巡ってくるっていうことやねんけども、妊娠した猿の姿が日光東照宮のね、ところの、他にも描かれてねて、でぐるりと猿の一生を見ることによって一つのストーリーになってるって。三猿だけじゃなくね、この8枚の彫刻も一緒に見ることをお勧めしますって書いてあるんだけども、その妊娠した猿が次赤ちゃんを産んで、1面目の赤ちゃんを産んで遠くの琵琶を見つめてる猿につながってくるっていうことやねんて。だから猿の人生、要は人間に例えてね、まあね赤ちゃんを産みます。で赤ちゃんを産んだらその赤ちゃんがね、今後いい大人になってほしい、素晴らしい人生を送ってほしいってお母ちゃん猿が、遠くを 見てて、で子供の頃には余計なことを見たり聞いたり言うたりしたらあかんと、もうそんなみんなもうええことだけ見せろって、悪いもん見せる必要ないよっていうことでね。で青年期になってきたらね、いろいろ独り立ちすることで悩めと、頑張って独り立ちしろと。で大人になったら友達、友と共に星雲の志を持って進めと。それでも挫折すると、挫折したら崖を乗り越えろと。乗り越えた先には恋愛が、乗り越えた先というか乗り越えて人生やってたら恋愛すること期が来ると。で恋愛して、結婚したら荒波があって、結婚にもお互い荒波を乗り越えて、そして子供が授かって、でまたその子供を一緒に、将来を
ね、見ていくお母ちゃん猿に成長するんだよっていうお話らしいねんけどね、うん、まあそれだけじゃなくね、5137体もね、いろんな彫刻があるんやって、でその中に猿だけじゃなくね、眠り猫とかね、でなんか象みたいなのとかね、変な獅子みたいなのとかね、いろんなね動物がね、彫刻されてるんやって。日光東照宮ね、なんか奥深いね。あっちゃんもね、中学校の修学旅行で日光東照宮行ったのよ。全く興味がなくってね。で徳川家康が大嫌いってね。で徳川家康安置されてるって聞いた、安置っていうかね、祀られてるって聞いたしね、もう行っても何もないし、歴史嫌いやったし、でなんかね、なんだろうなみたいな感じだったんで、あんまり興味も持たへんねんけどね、今頃になってちょっと江戸をね勉強しだして、すごい興味が出てね、日光東照宮行きたいなと思ってんねんけどね。またね、北関東方面、栃木県やね、日光はね、の方にもしかしたら行くかもわかんない。その時またね、日光東照宮の方に行けたらなと思ってるんでね、その時はその時でまたね撮影していきます。で、まあ、いろいろとね行きたいところがあってね、結構ね、日光東照宮だけじゃなくね、そっち方面、北関東の方面は全然あんちゃん開拓してないんでね、いずれまたね行けたらなと思ってんねんけどもね、またいろんなとこ行って、いろんなとこの、ね、雑学も勉強してみんなに伝えていきたいと思います。ということで今日は日光東照宮の、お猿さんのお話でした。お猿さんのお話良かったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。あっちゃんは猿年です。ではまたね、バイバイ。